中井理香は日本のアイドル、YouTuber、女性アイドルグループ NGT48 のメンバーである。愛称はりか、姫、おぴめ、リカちゃん、富山県富山市出身、大田プロダクション所属、富山県の立山連峰が見える郊外の住宅地で育った。幼稚園の頃は人前に立つのが好きな、何をしても目立つ子であったが、小学生になると、 周囲と馴染めなかったことから、なるべく地味にしていようと心に決めていた。そのような環境の中で慰めてくれたのが、AKB48 などのアイドルたちであり、自分もアイドルになりたいと思うようになったが、高校では保育士を目指し勉強していた。しかし、アイドルの夢を捨てきれず、2014年、AKB48 チーム8全国、一斉オーディションに応募。 富山県代表に勝ち残るも、合格の電話に出れず、折り返し電話をした時には時点に繰り越されていたため、結果落選。翌年、高校3年生の時に、NGT48 第一期生オーディションに応募した。2015年7月25日、NGT48 第一期生オーディション最終審査に合格し、同年8月21日に、新潟市歴史博物館でお披露目された。 2016年1月10日、NGT48 劇場グランドオープン初日、公演に出演。同時に、他の15名とともに、チーム2位を結成。同年11月16日発売の AKB48 の46シ,ススシングル、ハイテンションで、初めて AKB48 のシングルの選抜メンバーに抜擢。同年12月、 ライブストリーミングプラットフォームショールーム上で2016年に視聴者から多くの支持を得たパフォーマーを表彰するショールームアワード2016におけるベスト AKB パフォーマーを松井ジュリーナ・野村奈緒と共に受賞した。同年12月31日第67回 NHK 紅白歌合戦に投票企画 AKB48 ムの紅白選抜で33位に選ばれ、 AKB48 として出演。2017年4月12日発売の NGT48 のデビューシングル、青春時計ではセンターポジションを務めた。同年5月30日から6月16日にかけて投票が実施された a k b 4 8 4スシングル、選抜総選挙において23位になり、アンダーガールズに選出される。 同年11月17日に、アックスから、大田プロダクションへの所属事務所遺跡を、自身のショールームにおいて発表し、同年12月、大田プロダクションの公式ホームページに掲載された。2018年1月15日に、自身初のソロコンサート、中井里香ソロコンサート、中井里香キャンペーン中を、東京ドームシティホールにおいて開催した。二千十八年四月二日から、 青春高校3年 C 組の副担任として、レギュラーで出演。番組内で出演者からは、理科先生と呼ばれていた。その後も様々なバラエティ番組の MC として出演。幼稚園の頃からアイドルが好きだったが、小学生の時いじめられていた時期とも重なり、AKB48 が出てきた頃は、自分はアイドルになんてなれないという思いや嫉妬心から、 AKB なんて嫌いだしと思っていたが、心を動かされていることは自分でもわかり、ファンになっていった。AKB48 グループでは、板野智美、小島春菜を応援していたが、渡辺美由紀が、絶滅黒髪症状のセンターで踊る姿に惹かれて、以来、渡辺一本だという。中井もまた、渡辺を彷彿とさせると言われ、NGT48 加入当初は、釣り師と呼ばれていた。 性格はネガティブであり、豆腐メンタルである。NGT48 名義、AKB48 名義、AKB48 名義チーム2位ファーストステージ、パーティーが始まるよチーム2位セカンドステージ、パジャマドライブチーム2位サードステージ、誇りの丘チーム G ファーストステージ、逆上がり。ありがとうございます。